もともと職員室っていうので、まあ、ちょこりちょこり、来たりですね、した思い出があったり、姫路でここで生まれて、ここで、まあ、育ったっていうので、恩返しというかですね、やっていけるんじゃないかなというふうに思ってます。私ここのね、給食のおばさんしよったことが思い出はたくさんあるけど、今口出ません。胸がいっぱいです。